めっちゃ手加えよるやん。私がやった作業は一体。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことってあれか、敵が攻めてきたのか。なんかこういうところのでさ、攻めてくる敵ってめっちゃ強そうじゃない？やばいね。でもこいつらも戦ってくれるんやろ。魔物じゃ。魔物のわしが言うのも変じゃが、この地に黒き魔物どもが迫っておる。あの黒いやつらが来るんか。でもあれ弱かったな。その辺におるのは弱かったな。うわ、あの怪物たちが攻めてきたの？僕怖い。とにかく会えなよ。ここでやられるわけにはいかんぞ。戦いの準備は良いか？良いです。うん、よく言った。わしもこのオンボロボディに、鞭打って黒き魔物どもを倒すぞい。魔物どもを倒したら、黒い渦を突破し、仲間となる魔物を探す方法を皆ともに考えようぞ。さあ、アイナ、今は戦いの時じゃ。わしについてまいれ。おお、かっこいい。めっちゃ上向いて撃ちよった。バトルスタート、モンスターを倒せ。なんかもうより一層、あ、そっかそっかそっか、黒い剣大丈夫なんか。より一層モンスターがどれかわからんくなりそうって思ったけど、もしかしてそのために黒いんじゃない？っていうちょっと、システム的な問題。でもありそうじゃない？ね、普通に、向こうも普通のモンスターやったら、ちょっと見分けがつかないから、みたいな。よいしょ。いろいろと回収していくやつ。やっぱり素材大事やけんさ、特になんか、この島？惑星？なんかあんまりないやん、素材。まあ、敵倒したら何気に出てきよるけどさ。よいしょよいしょ。何そっち見て戦ってんの？こっちだよ、こっちだよ。いた。いた。あ、でもなんか弱いな。敵自体はやっぱ弱いね。はい。何？誰が何を撃ってきたの今。なんか私が見た感じではメタクツが何かを放ったような気がしないけど、気のせいか。よいしょ。めっちゃ素材集めしよる私。何こいつでかっ。何これ。何のモンスターなんかもよくわからん。ギガンテスかな。いて。いたい。なんだ。あー、後ろから私が倒すまでもなかったな。ハーゴン様、破壊神様。なんでみんな指導のことは名前で呼ばんの？破壊神様とか言って、ちょ飛ばされる。あ、でももうあとこいつだけ？あっという間やん、イエーイ。なに？なんか盾が、壊れ、ね、なんか盾が出てきたんやけど。お、レベル上がった。レベルが上がったわ。ここに来てから結構レベル上がりよるね。アイナのレベルが33になった。よしよし。バトルコンプリート。イエーイ。やった！黒い魔物をやっつけられたね。箱舟が壊されなくてよかった。確かに何も壊されてないね。だがよ、あの黒い魔物たち、どうして急に攻めてきたんだ？あいつら結局何なんだよ。話は通じねえし、何でもかんでも壊してまうし、ここに元からいた魔物じゃねえよな。改造された的な。おそらくだが、あやつらは、破壊神様が生み出した破壊の塊。純粋な破壊の化身なのだろう。あやつらにとって、だが、この地は、ものづくりに満ちる破壊の対象というわけじゃな。ん？なんか壊れよる、大丈夫？これからあやつらは、この地を狙ってくるじゃろう。用心せねば、用心せね、ガガガガ。おじいちゃん、ピピー、水まきシステム発動、枯れ木に花を咲かせましょう。水まきしないで。え？どうしちゃったの？キラージー。ピピー、システムダウン、システムダウン、ガガガガ、ガガガ。うわ、エラーが起きてる。ガガガ、ガガガガガ。キラージー、オンボロなのに無理して戦うから。どうしよう、アユナ。ガガガ、生体反応を検知。再起動プログラムを実行しますか。お、これまたできる？ガガガ、再起動失敗。エアベントに物理的欠損あり、熱暴走の恐れあり。このままじゃ爆発しちゃうよ。新しいエアベントを作って交換してあげないと。何、エアベントって。新たなレシピをひらめいた。
エアベント、中と外の空気を入れ替える換気シャフト。あ、なるほど。それでなんか熱を下げるわけだね。作れるんかな、すぐに。あ、これか、エアベント。オッケーオッケー、なんかいっぱいできた。一個だけじゃないんよね。はい、ガガガガガ、熱暴走のガガ、恐れあり、まもなく爆発します。ダメダメダメ、あいな、エアベントができたんだ。これでキラージュを直せるかな。爆発したら大変だ。そのエアベントキラージュに渡そうよ。渡すっていうか入れてあげた方がいいんじゃないの。はい、自分で直すの間違いよね。エアベントの交換を確認、再起動プログラムを実行中。ガガガガガ、しっかりしろよジジイ、あんたに壊られちゃ困るんだ。みんなで箱舟を作るんだろ。ガガ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 、無事？おお、あ、元気。ガガガ、わしはキラーマシンじいさん、再起動完了じゃ。これってなんか記憶まで再起動されたりとかせんよね。キラージー治ったんだね。よかった、助かったぞい。わしはもう追い先短いが、おかげでもう少しだけ焼けられそうじゃ。あー、よかった、ちゃんと記憶あるね。そこなんか一からになるんかと思ったわ、焦る。うひー、世話の焼けるじじいだぜ、全く心配かけやがって。さあ、いいな、黒い渦を抜けて魔物を探しに行く方法を共に考えるとしよう。この星はすごく広いし、歩いて探すわけにもいかないってウホウホのおじさんが言ってたよね。ウホウホのおじさん。となると乗り物でも作るか。うん、黒い渦を突破しつつ大地を走り回れるマシン的な乗り物が良さそうじゃの。え、どんな、あれ、どうしたの、アイナ。キラー G のくびれ部分をじっと見て、何かヒントが得られた。何、マシン的な乗り物の参考にわしの体の中を見たいじゃと。えー、わかった、お主のためならわしも一装甲を脱ごう。一装甲一肌じゃなく、しかし優しく頼むぞ。う、ぬー、何今のポヨンポヨンって何。ぬほ、ふぬ、ふごーん、なんかプニプニしたものが入ってるの中に。終了で、どうなの、あゆな、キラージーン体の中は参考になった。何か作れそう、思い浮かぶ。小さいかな、まあ乗り物やけんそんなもんか。車の設計図を描いた。お、車が作れる。車なのかこれは、なんかよくわからんけど、うん、なんか走りそうな感じせんよね。タイヤはどこ、え、なくね、走るんこれ。うわー、いな、これ何。うん、思いついた乗るもの、作業台ではなく設計図で作ろうというわけか。うん、こいつを組み立てるのはオイルたちが難しそうだぞ。ここはアイラに任せるぜ。こんなでかいものを作った後でこのちっこい車が難しいと、どういうこと、基準は。すごいや、これが完成すれば黒い渦を突破して破壊の聖堂ってところにも行けそうだね。よし、そんじゃあよな、お前の手で設計図を完成させて乗り物を作ってくれよな。黒い渦を突破っていうのはどういうこと、スピードを出して通り過ぎるってことかな、ちょっとよくわからんけど、まあ、とりあえず作りますか。ちょっと待って、これ装備しとこや、勇者の盾。ほっ、いい感じじゃない、多分、分からんけど、星がついとったし。あれ、モンスターが落としたってことなんかな。いいやん、優秀やん、モンスター。なんかここのモンスターたちさ、めっちゃいろんなもん落としてくれるけん助かるね。なるべく倒していくべきなんかな。ほら、ろうそくとかも落としてくれとるし、なんか家具類落としてくれるのめっちゃいいね。どう、これぐらいかな。じゃ、とりあえず置くもの、アイアンの壁。どういう感じなんかちょっといまいちよく、あー、そういうことか。分かったような、分からないような。アイアンの壁。まあ、とりあえず、どうだ、こういうことか。で、あ、ここはもう違うか。こっち？あ、で、ここ。あれ、オッケーんやん。はで、向こう側も同じような形やったよね。はい。
この辺に置いていきます。さあこれでアイアンの壁できた。んで板の床が、あーその部分か。なるほど、2列ほどこの空中にってことやね。板の床をこうか、でってってこういう感じ。 OK で、レザーソファーを横に3つ。うんうん、これどっち向きなんやろ。どっち向きでもいいんかな。あ、逆こっち向き、出発する方側ってことで。あ、はい、レザーソファー置いて、パイプ、パイプが、まあ全体的にぐるっと回る感じで、この辺か。あ、でこの横の部分もそうか。うんうんうん、でこっち側も置いて、で後ろ側に真ん中ね、こう、違う違う、こうで、なんか後ろの部分に1個、んと、これであとはパイプカーブ、なんかまたややこしい感じの配置やな。まあよくわからんけど、とりあえずやっていきますか。とりあえずこう、こう、おー、そういうこと。この一角だけで3つ分使うわけやね。こういう感じで、で、こっち側もってことか。あれ？違う違う違う。そんなとこに置かない。よいしょ。で、こう。あれ？あとどこやった？ここで、あとなんか、あれ？ここは違う。あ、この上の部分か。あれ？ここ？あ、違う？は、なんか、わけのわからん部分を破壊してしまった。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれ？これこんな感じでついてなかったよね。はい、ごめんなさい。なんかちょっと、はい。あれ、なんか縦向きに、縦向きにってどうやってつけるの？え？ちょっと待ってね。縦向きにとかつけれないんですけど。え、でもこれ普通にやったらつながってくれないの？え、びっくりなんですけど。じゃあちょっとこっちを。あ、なるほどなるほど。前に2つと後ろに2つね。で、この部分に、あれ、やっぱこの部分で合ってるやん。どういうこと？こう、あれ、こう、そしてこう、あれ、前はどこ？ああ、そんなところにいるんや。うんうん、じゃあこうやって、でこっち、うんうん、で六角ボルトが1、2で後ろ真ん中、辛い。は、ちょっと待ってね。アイアンの壁、ちっしょ。あ、もういろんなものを破壊していくよ私。もうちょっとで完成やのに。どん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 
何でしたっけ、パイプカーブ、パイプカーブね。お、手袋をつけていた方が良かったような気が。よいしょ。ふう、まあ、とりあえずこれで、あ、そっか、この上もか。とりあえずこれで元通り。で、ここ。ここ。で、後ろ。これで完成！ふぅ。登れない。登らせて。お。しょ、ここめっちゃ。方向的にこうじゃないと。はい。うひょーいな、乗り物ができたのか？できたよ、できたよ。完成したよ。うげげ、なんだこりゃ、とてもじゃねえが動きそうないぜ。ねえ、タイヤがついてないし。ぐはは、さすがのベルダーでも失敗することがあるんだな。失敗なのか、これ。え、なになに？重力で動くとか。ふわ。何何何の改良を加えてんの今。え、何の作業中、めっちゃ手加えよるやん。私がやった作業は一体何何何何何、なんかバチバチ鳴り出したよ。え、何どうなるの、生まれ変わる。え、全然違うやん、どういうこと。車の設計図が完成した。私のさっきまでのあの作業いります？全く別物なんやけど。ぬごー、な、何をしたのダイナ。やるの。先ほどの構造体、ん？構造体をベースに乗り物を完成させたというわけか。うひゃー、すごいや。これになればクロイズも突破できるの？どういう仕組みなんだろう。背面のパイプから魔法エネルギーを噴射し、黒い渦を中和する。そして内部で循環して、次なる魔法エネルギーを作り出すらしい。うき、なんだか全然わからねえが、とにかくすごそうだな。ふんふん。これならば、魔物を集めながら大地を走り、黒い渦も突破できるじゃろう。こんな乗り物、今の今まで見たことがないが、名前は何と言うのだ？なに？その名も超スーパーカーだと？なんか前回もそんなん出てこんかった？ワンの時。相変わらず、ネーミングセンスがないのね。おぬし、ものづくりにセンスは一流でも、ネーミングセンスは五流以下のようじゃの。五流以下って何？木図やないそれ。まあでもよかった、完成したね。すごいじゃねえかいな。これでついに黒い渦を突破できるな。しかしこれは、まだまだ改造していく余地がありそうじゃ。さも、これから色がつきそうな見た目じゃし。でも今のままでも、いろんなところに行けるんだよね。めっちゃ地味やけどね、なんか。破壊の聖堂とやらにも行けるであろうし、友達の手からも探せるじゃろう。にしても、超スーパーカーか。口にするたびにネーミングセンスのなさにビビるけどよ。そもそも、超とスーパーと同じ意味なんじゃねえか？確かに。ちょっと待って、魔物にめっちゃ突っ込まれてますけど、大丈夫？あゆな、よくぞ超スーパーカーを作った。これで黒い渦を突破できるな。そんな恥ずかしがらないで、名前言うの。だが、操るには慣れが必要なのではないか？ひとまず近くで練習してみてはどうだ。そして黒い渦の先になら、滅びを待つ哀れの魔物がいるかもしれん。練習がてら探してきてほしい。アイナ、僕も車に乗ってみたい。一緒に乗って練習コースを教えるよ。ではアイナ、目立つと車の運転を練習しつつ、魔物たちを集めて連れてきてくれ。よーし、アイナ、早速車に乗ってみよう。ほ、乗れた。へえ、すごい。あそこがああなって、ここがこうなって、そこがああなってるんだな。ちょっと待って。座らないのこれ、椅子。車はゆっくり動かすのがコツだよ。焦らないで、とにかくゆっくりやろう。立って運転する感じですか。ZR。ZR を軽く押して、あとは細かく押したり離したりしながら方向を決めて進むんだ。うんうん。スピードが出しすぎたら焦らず ZL を押してスピードを抑えるとうまくいくはずだよ。さあ、いいな。僕がナビしてあげる。まず目印の場所まで進んでみて。車の基本操作、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作、うん、オッケーオッケー、多分。ゆっくり発進してみよう。ふぅー。怖い、怖いよー。目印。
もっと先？この辺？あ、なるほど。目印動いていきようやね。動かしづらい。確実に私これ苦手ねじゃん。怖い。うねうねする。あ、すごい。どこ？でもこれ乗っとったら、あれやん。うわ、段差まで上がる。これに乗っとったら、なんかモンスターも、あどこあれか。モンスターもさ、くっ。やばいやばい、暴走する暴走する。くっ。あ、怖い、めっちゃ怖い。え、なになに、どこ私こういうのマジで壊滅的にダメなんやな、怖い。うんうん、なかなか悪くない感じで、うっそだ。まだ慣れてないみたいだけど、そこはかとないドライビングセンスを感じないこともなくもないかも。ないよ。そこはかとなさすぎるよ。あいな、準備はいい？そろそろ黒い渦を突破してみよう。前にキラーチーグ触れたら即死って言ってたけど、この車なら大丈夫、なんだよね。さあ、あいな、思い切って黒い渦を突破するんだ。アクセル全開で突っ込もう。なんかまっすぐ行くのがすごく苦手なんだけど。ふぅ、突破した。ふぅ、やった、ついにクルーズを突破できたね。さすがは超 スーパーカーだ。目立つまでそこを。でももたもた走ってるとクルーズに吸い寄せられちゃいそうだね。突破するときはアクセル全開で行こう。で、渦は突破できたけどちょっと行き過ぎちゃったね。車の向きを変えて戻ってみよう。 B でジャンプしながら、あ、 B でジャンプできるんや。L で車体を回転すれば車の向きを変えられるみたいだよ。先に言ってよ。さあ、ぐるっと車の向きを変えて後ろの目印まで戻ってみよう。 B でジャンプ中に L で向きを変えられる。トマトジョリちゃんジャンプすればその場で楽に向きが変えられる。ジャンプ、いやー、なんか上がっていく。はい。あ、まだあんなところなんや。だいぶ進んだような、あ、降りた降りた降りた。だいぶ進んだような気がしたんやけどな。あ、そっか、これか。ふぅ、うんうん、うまく戻れたね。この車なら段差を越えたり、クレモンを吹っ飛ばしたりもできそうだ。いろいろ試してみてね。それに車ならワープで戻れるみたい。あ、マジで？わしが分からなくなったらワープを使ってね。さてと、あいな、運転練習はこのくらいにして、僕たちの箱舟の背の魔物を見つけよう。運転している時に青っぽい魔物がいたのに気がついた？全然、全く。この車なら魔物はいっぱい乗せられそうだ。魔物たちを探しに行こう。地図に目的地が表示された。あ、ちゃんと目的地表示してくれるんやね。青っぽい魔物っていうのは、あ、あれやない、あのスライムじゃない？あ、やっぱり。ひぃプル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 、もう世界はおしまいなんだ。せめてみんなで終わりを迎えよう。ん？誰だお前、人間か？なんか用でもあるのかよ。もし世界が滅んでも生き残れるように箱舟を作ってるって？そりゃあいい。俺たち本当はまだ死にたくないんだ。その箱舟ってやつに俺たちも乗せてくれ。うん、歓迎するよ。みんなで滅びの日を生き残ろう。ねえ、ところで君たち、近くで他の魔物は見なかった？たくさんの魔物を箱舟に乗せたいんだ。ブルル、そうだな。ここから北西の岩の上に5つ目の魔物がいたぜ。なんなら行ってみるか。あれ、あっと、あのヒヒのやつやろ。怖い。怖い、つらい。はっ。ほっ。ねえ、あのスライム乗ってないよ。ねえ、あのスライム乗ってないって、大丈夫な。岩の上、岩の上。あの岩の上じゃなかったっけ？ちょっと助けてー。ああ、もうつらい。あれあれ、ほらほら、おったおった。やっぱり私が思っとったのはあっとったんやね。うほほほほ、ついに世界が滅びる日が来たうほ。おで、ここで静かに死を待つうほ。うほ、お前は人間うほ。おでん、なんのよう、うほ。うほ、世界の崩壊から生き残るための箱舟を作ってるうほか。うん、おじさんも一緒に来て。みんなで箱舟に乗るんだ。うほほ、すごいうほ。お言葉に甘えさせていただくうほ。おでん、まだ死にたくないうほ。これで地獄さんが言ってた近くのものは全部集まったね。一度みんなで箱舟に戻ろう。運転にも慣れてきたみたいだし、どんな道に帰るかは君に任せるね。
なんとマンドリルがついてくるようになった。あ、乗ってはないんですか。早く帰りたい。あ、おった、乗っとったわ。あれ、さっきまで乗っとった。やった、魔物を連れて帰ってこれたね。ねえねえアイナ、あそこの少し高くなった場所、車を止めておくのにぴったりじゃない。これからは箱舟の近くで車を降りたらあそこに止まるようにしよう。おお、ガレージに戻った、勝手に。へいへい、てかぴったりじゃないっていうか、始まりがここだったからな。何しらじらしく言ってんのか知らないけれど。うほ、これが箱舟王か。これになれば死なずに済む。うほ、けけけ、その通りだ。だがまだ完成じゃねえ。お前たちにも箱舟作りを手伝ってもらうぜ。な、なに、箱舟作りだと。バカ言うんじゃねえや。俺たちはとろけてもハーゴン教団の魔物だ。とろけてもものづくりに手を染めるなんて。じゃあかわしい、親方のおいらに従えねえってのか。このままじゃみんな死んじまうんだぜ。親方とか言われても知らんやんね、新しく来た子たち。でもそなたたち、うほ、あんたは三神官の一人、地獄様。うほ、どうかここはグリムに頼みを聞いてやってくれぬか。滅びの日の前にみんなで箱舟を作るのだ。なに、あの地獄様がそんなことを。うほほ、地獄様がそう言うなら俺たちもやってみる。ほ、ここでみんなと箱舟を作る。ほ、親方地獄やん。なんとマンドリルとスライムたちが仲間に加わった。ねえ、グリムの言うこと全然説得力ないんやけど。これでまた建設の手が増えたということで。てか、なんでこの辺におるのがもうこんだけって分かったんやろ。あゆなよ、車の試運転と魔物集めご苦労だった。うほほ、ハーゴン教団の魔物である俺たちがまさかものづくり手伝うなんて。うほ、あんたがビルダーか。ずいぶんむっつりした顔だが、どうしたよ、ご機嫌斜めなのかい。まあ、ご機嫌ではないよね。ん、友達の破壊神指導を探してる。友達に破壊神っていう言葉をつけるのはちょっとおかしいけどね。ひゃひゃひゃ、破壊神様が友達だって。あんたどうかしちまってんのかよ。ごめん、ほ、どうやったら破壊神様に会えるかは俺も知らないよ。ほ、今のは何、地獄がなんか脅したの。でも魔物を探していけば必ず手がかりがつかめるはずだよ。箱舟を作りながら根気よく情報を集めよう。まあ頑張るしかやね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか車の運転下手すぎてちょっとびっくりするんやけど。ダメだな。ゼルダのエポナといい、乗り物系マジで苦手だわ。